この動画では量子場計測システム国際拠点 QUP の研究者を紹介します。今回は池田智則先生を紹介します。池田智則と言います。 QUP ではどんな研究をしているんですか？今見つかっている素粒子としては17種類あるんですけど、もっといっぱいあると考えられていまして、そのうちの一つのアクションといった粒子を探索しているといったところです。どんな方法でアクシオンを探しているんですか？超伝導体を使ったカロリーメーター、熱センサーを使ってそのアクシオンを、検出しようとしているんですが、超伝導体に関してはある温度で抵抗値がゼロになるような物質でして、そこに熱が入ってくると急激に抵抗値が上昇するので、そういった現象を使って、熱センサーとして、活用しています。研究をしようと思ったきっかけを教えていただけるでしょうか？大学に入って研究者すごい熱意のある人種だなと思ってターニングポイントだったなとは思います。これまでどんな研究をされてきたんですか？大学院の時は、暗黒物質探査を行っていました。で、東大の宇宙船研の神岡地下実験施設といったニュートリノ探索とかよくやられているところがあるんですけど、そこで自分たちで作った検出器を置いて暗黒物質を探索するといったことをしていました。だから、ほとんどはあれです。神岡に行って洞窟の中で実験装置をいじくるといったことをずっとしていました。博士号を取ってからは京都大学の宇宙船研の方に拾ってもらいまして、宇宙ガンマ線を使った暗黒物質探査を、始めました。それは自分たちで検出器を京都大学の方で作って、それを気球を飛ばしてそこに検出器を乗っけてガンマ線を検出するといった実験です。研究で楽しいことは何ですか？宇宙とか、自然の真理に、しかも自分の手でそれが探求できるっていうのはやっぱり魅力であり楽しいところだと思います。で、そういったところにアドレスするために自分で検出器を作ったりすると思うんですけど、あとデザインしたものがうまく作れてそれが実践投入されたり、プロジェクトいろんな研究者と集まってそのプロジェクトがうまくいくっていうのは楽しいところ。研究で大変なことは何ですか？やりたいことをやっても、自分の力でできなかったりすることがあるので、そのために人集めとかをしないといけない。もちろんお金も集めないといけないしあと休みがないのですね。こちらのカードを1枚引いて質問に答えていただけますか？ネットフリックスの極悪女王とかって昭和時をテーマに、プロレスにテーマにした映画なんですけど、それを見ていたりブルーバックス歴史の本とか読むと、やっぱ昭和時代にいろんな大発明があったり物理学上の革新があったりしたんで、研究者としてどういった激動がストーリーがあったのかっていうのはそこに一回行ってみて、感じて今の自分にフィードバックとかしたいっていうか。もう一枚お願いします。自分の趣味で言うなら井上尚弥っていうボクシングの選手ですね。もうアスリートとしても完成されてるし、僕昔ボクシングやったんで、だからそういうところで尊敬できる彼のボクシングしてる姿を生で見たいっていうのは常々思っているし、物理学とかここの仕事で言うと、ペンローズっていうその人には会ってみたいなと。量子場計測システム国際拠点 QUP がお送りしました。